プラーク。そうですね、まずロング選手が高い位置からアタックするっていうことで、周りの選手、名古屋のディフェンスがどういうふうに対応していくかっていうところで少し迷いあるかもしれないです。昨年現役を引退されました石崎さんの解説で今日はお楽しみいただいておりますが、ボールを奪った、そうです、先ほど橋本のファウル、1とありましたが、らしいです。この流れで今多分ブレイクいかれるような状況だったと思うんですよね。それを救ったプレーでしたね。はい、さあ点差は2点になっています。ファウルもらってバスケットカウント。今日から何度も見るんですけど、このブルック選手も、スクリーンをかける側のディフェンスはよく、中東、そしてレイパーズジュニア、コティ・クラーク、打っていく、バックショット決まる。さあ、名古屋のタイムアウト明け、ウィティングトン来るか、来ました。ようやくこの2日間通して初めてのスリーポイント、やっと入りましたこれ多分ドルファミの皆さんももう思ってるかもしれませんけど、ね、同じこと、みんな同じこと思ってるじゃないですかね。さあ、そのウィティングトン2本目来るか、これは来ませんでした。ただオフェンスリバウンド取ってバスケットカウント、クラーク、やはりオフェンスリバウンドです。ファウルはロング、今度は寺園がハンドオフでもらいます。ダブルチームできた、奪った、すごい、クラーク、ゾーンに対してハイポストでの攻めが有効ですね。ブルック選手みたいにボールハンドリングがあってシュートのある選手はハイポストで、クラークが決めました。はい、考えられるかなと思います。なるほど、シュート確率を上げる選択肢、ワンパスからクラークブロックショット、来たがよく、ですね、今みたいにサトンから斉藤、ウイングからのシュート決まった、クラーク、そういうことが言えると思います。さあ、名古屋のポゼッションです。クラーク打っていく、決まった、この一本は大きい、いい感じかなと思います。クラークからバックドア、